ん、こんにちは。ストーリエキーズへようこそ。本日の動画では、私の大好きなソフトウェア音源の一つである、ジョージ・デューク・ソウル・トレージについて解説いたします。アメリカのジャズで伝説の人となっているジョージ・デュークが、ネイティブ・インストラメンツのためだけにレコーディングを行いました。埃だらけのバイナルの箱を書き漁る必要は全くありません。すべてのループは完璧にスライスされ、テンポシンクされており、簡単にすべてのスライスをエディットし、アレンジすることができます。このインストラメントは、アコースティック、ピアノ、ローズ、ワルツァ、クラヴィネットピアノが搭載され、アナログテープへのレコーディングされています。これにより、本物のような温かいソウルが詰まった感じになっております。各フレーズはいくつかのスライスに分かれており、このループのどのポイントでも交互にトリガーできますので、簡単にアレンジしたり、無数のバリエーションを作成できます。コーヒーでも飲みながら、お気に入りのお菓子と一緒にリラックスして動画を楽しんでください。それでは行ってみましょう。最初にトリガーの説明です。青い部分ではスライスされた音を鳴らすことができます。実際に鳴らしてみましょう。緑の部分ではキーを変更。要するにピッチ機能ですね。実際に鳴らしてみましょう。次にチェーンセクションです。赤い部分でエフェクトの選択。FX チェーンでは11種類もの中から好きなエフェクトを選択できます。ラッチモードをオンにすることで、それぞれの機能を固定することができます。それぞれスライスに対してアタックの調整が可能です。スローアタックに設定することでドラムの音、特にキックのベースを開けて音抜けを良くします。またサイズチェーンのダッキング効果も得られますので独特なグルーヴが生まれます。リバース機能もあり、好きなスライスだけで楽再生してユニークなループを組むことができます。
続いてサウンド設定を見てみましょう。真空管、アナログモードとクリーンモードが選べます。波形にご注目ください。ヴィンテージ機材特有のテープサチュレーション効果が加えられ、さらに温かみのあるサウンドになりましたね。フィルターセクションでは8種類の中から選ぶことができ、さらに自分好みのサウンドを作り上げることができます。ハイパスフィルターを入れ、 250kHz 以下をカットし、ベースとキックの入るスペースを空けておきましょう。10種類のリバーブと3種類のディレイ も搭載されており、ここから音を広げることができます。ドラムとベースを入れてビートを組んでみましょう。皆さん、今回の動画はいかがでしょうか。ジョージ・デューク、ソウル・トレジャー、とても素晴らしい音源だと思いませんか。よろしければコメント欄に行って感想を教えください。この音源を使っている方はいらっしゃいますか。私のお気に入りの音源ですので、今回ご紹介できてよかったです。この動画が良かったと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。